どうもこんにちは、テレドナスです。なんか堀ちゃん、今日のテーマをお願いします。はい、本日はこちらのマスクデフォグという曇り止めを紹介していきたいと思います。イエーイ。はい、こちらの商品はダイビング専用の曇り止めになっています。内容量が約 57g 入っているので、インストラクターでも1年から2年持つって言われている曇り止めです。競泳で使う曇り止めとは違い、粘度がすごく高い成分が入っていますので、持ちがとてもいいです。だいたいダイビング2ダイブ持つって言われています。それでは使用方法について説明していきます。まずこちらのマスクを濡らしていきましょう。ちょっと待った。まず濡らす前に、曇り止め塗る時なんですけれども、マスクが乾いた状態、何も濡れてない状態で塗ってあげてください。そうなんですね。わかりました。それでは曇り止めをマスクに塗っていきたいと思います。カップを外します。マスクの内側に塗っていきます。ちょっと待った。はい、下のマスク、このボトルのままつけてしまうと、適量以上の余分な量をこの曇り止めつけてしまうので、つけるときは必ず人差し指を出して、はい、米粒ぐらいの量を出して、このマスクに直接塗ってあげるようにしてください。これが長持ちする秘訣になっております。じゃあ実際に塗っていってもらいます。はい、全面に塗れました。そしたら次、こっちの表側にも塗っていきます。あ、ちょっと待った。はい、こちらの表側にも塗ろうとしたんですけれども、水中に潜ったら、もうこちらの表側のガラスの部分は水に触れてしまう部分なので、もう塗る必要はないです。内側だけ塗ってあげてください。はい、はい、ということで皆さん、表も塗っている人は NG なので気をつけてください。そしたら次に、はい、椅子にお水で曇り止めを取っていきましょう。はい、あ、ちょっと待った。はい、今指で擦りましたね。はい、はい、それはダメです。ダメなんですか。ダメです。はい、指で擦ってしまうと、せっかく今塗っていただいたこの曇り止めが全て落ちてしまうので、すぐ時は水をすくってマスクの中でこうやってジャバジャバジャバってゆすいであげるようにしてください。わかりました。はい、では、はい、でこれでもちょっと残ってしまう場合は、まあ、軽めに指でちょっと伸ばしてあげるとか、全部落とさないように気をつけてください。はい、はい、できましたか。どうですか。クリアじゃない、クリアじゃない。もうちょっと落としていきます。お、できましたよ。これぐらいクリアになるまで落としてあげましょう。はい、こんな感じにやっていただくと、潜っても曇らないマスクが完成します。皆さんこんな感じでやってみてください。はい、ここでさつきのワンポイントアドバイスです。はい、ね、こちらの曇り止め最強なんですけれども、この曇り止めをつけても曇ってしまうっていう方は、油膜っていうのがキーワードになります。油膜とは前回の動画に載ってますので、はい、そちらをご覧ください。 URL 貼ってきます。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介させていただいたのは、こちらのマスクデフォグというダイビング専用の曇り止めでした。ちなみに最初にも言ったんですけれども、内容量は約 57g 入っていますので、1年から2年ぐらい持つ曇り止めです。粘度が高い分、すごくおすすめな商品となっております。はい、ちなみにワンポイントアドバイスなんですけれども、こちらにカラビナがついているので、なくし物が多い方は BCD にこうやってつけていただいたり、あとリュックとか持ち運ぶ時にもつけていただける商品になっております。ちなみにダイビング
どっかポイント行った時に名前書いてないとなくしたら取られちゃったりするので、名前書いておくことをおすすめします。はい、はい、ということで、気になる方はぜひお問い合わせください。では次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。